バニラスカイ。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜バニラスカイ第4回目を迎えることができて本当に嬉しい。ありがとうございます。いつかね、FM ギノワン、沖縄県のね、ギノワン市に伺って、世界一美しいと言われているスタジオのね、 FM ギノワンより生放送でお届けできたらなと思っておりますのでね、その日を楽しみに今後も続けていきたいと思いますので、末永くお付き合いください。お願いいたします。ではですね、今夜はね、ちょっと陽子のね、いろんな面をお届けできたらなと思うんですけれども、一つだけ皆さんにお知らせがございます。明日1月29日夜8時、ね、20時より陽子のオフィシャル YouTube より配信ライブがございます。いつもはね、生配信なんですけれども、明日はちょっと今日収録したものをね、皆さん音時間ご一緒できたらなと思います。でね、こちらね、鹿児島のテレビ局 KKB 鹿児島放送さんのスタジオより、いつもはね、生配信ライブとしてお届けしているんですけれども、こちらはですね、ご視聴いただける方法は、ヨーコのオフィシャル YouTube YOKO ヨーコ鹿児島と検索していただくか、もしくは KKB 鹿児島放送さんのね、公式アプリカプリとね、検索していただきますとアプリが出てきますので、そちらよりご視聴いただくか、どちらかね、ぜひね、もうどっちともって言いたいんだけど、言っていいのかな、うん、いいか。じゃあもうどっちもね、視聴していただけたら、もしね、リアルタイムでご視聴いただけない方はアーカイブ放送もありますので、ぜひね、このバニラスカイやってるヨーコってどんなやつだと思われた方、見てください。ピアノのね、北園真由美さんという素敵なピアニストさんのピアノと一緒にアコースティックでお届けしてますので、ぜひヨーコの音楽ね、音時間ご一緒に過ごしてください。お待ちしてます。ではですね、まずは1曲目、今夜は何の曲にしようかなと思ったんですけれども、後でね、ちょっとラブソングはお届けしたいんで、私の大好きな応援ソング、人生の応援ソングみたいな曲、 Believe という曲をお聴きいただきたいです。この曲はですね、ミュージックビデオありまして、ミュージックビデオは私が観光 PR 大使を務めさせていただいております鹿児島県垂水市の新しい道の駅タルタルパークのマリンパークでね、撮影したものです。もうね、一昨年になるんですね。一昨年そのマリンパークもオープンになりまして、子供たちもね、マリンパークでいろいろと体験してくれてるシーンがあったりとか、よくもね、もうとにかく鹿児島って自然も食もね、人もあったかしも全て豊かな場所なので、あ、そう、沖縄もそうですよね。私も結構ね、鹿児島って広いので、東西こう離れ、東西南北ね、こう広くあって、島も何か所もありますからね。その鹿児島市内からも一番遠い島、与論島、与論島に行くにはね、結構私沖縄経由で行くんですよ。なのでね、まあ私も皆さんほどじゃないと思うんだけど、沖縄の魅力を知り、大好きね、私も皆さんに逆にね、もう大好きな沖縄の魅力いろいろ教えていただきたいなって思ってるのでね、あ、そう、ラジオだからね、皆さんぜひその魅力も教えてくださいね、お願いします。メッセージとかね、うん、いただけるとすごい嬉しいですね。コメントとかもね、お願いします。それでね、私とにかく自然好きで、鹿児島大好きで、で、あーって、この新しい垂水市の道の駅のね、マリンパークでミュージックビデオを撮れたら嬉しいなと思って、まあ、ミュージックビデオを撮る機会をいただきましてね。で、そういうもう鹿児島の魅力を発信していることがご縁で、観光 PR 大使にも任命していただきましてね。そうで、もう一つ「ラブレターズ」っていう曲もその垂水の魅力お届けしてますんでね、どっちもぜひご覧いただきたいなと思います。では早速、お届けしましょう。陽子で Believe。
ミュージックビデオでもお聞きいただきたいです。フルバージョンめちゃくちゃかっこいいんですよ。あのね、この曲は本当に私のわがままがいっぱい詰まった曲で大事な一曲なんですけれども、何のわがままかっていうと、私全くギターが弾けないのにサウンドプロデュースでお世話になってる石井さんにこんな感じみたいなわがままとかねいっぱいあの曲の方にも踏まえつつ、何よりもこの曲の歌詞、とにかく私の気持ちがこもりまくったメッセージなのでね、ぜひフルで受け止めていただきたい曲です。特にね、今年に入って私本当にね、生きていくっていうことのね、大事な意味をね、捉え方が変わったんですよ。だからね、あのもちろん私も全て分かったつもりじゃないんだけど、でもさ、いろんなことがこう辻褄が合うようなタイミングってあって、それって必ずしもね、自分にとってだけのハッピーではないけれども、過去にも今にも未来にも感謝することの意味を本当にね、教えてくれた大事な人がいます。だからね、とにかく私は今日1曲目に皆さんにパワフルになってほしくて、一緒にもっともっとハッピーになっていこうぜっていう感情を込めたくてお届けしました。 Believe でした。ではですね、次は陽子のいろんな気持ちを伝えていきたいなって思うんですけれども、その前にハピモノの時間でございます。今日のハピモノはですね、ものではなくてハピことの方なんですけれども、実はね、夢ができたんですよ。でね、その夢がね、一つじゃなくて二つなの。で、どうしてそんなにハッピーかと言いますと、私ね、歌手になりたい、ミュージシャンになりたいっていうか、その歌い手になりたいっていう夢以外をね、人生で持ったことがなかったのね。あ、そうそう、一番最初はね、なんか幼稚園の、 あの3歳とか4歳の時に綺麗なお嫁さんっていう夢があったんですね。そう、でそれ以降はずっと歌手になりたいだったんですよ。それでね、2つ目か2つあったんだ今ね、綺麗なお嫁さんではございませんが、大事な大事な娘がおりまして、まあママではありますね。ね、うちのママ綺麗なんだよとか言ってもらえるくらい頑張っていかないかんですね。頑張っていかないといけないな、よしで、話を戻しましょう。ハピことなんですけれどもね、夢ができた。その夢がね、みんなとね、東京ドームに行くぞっていう目標がよくアーティストとしてありまして、でね、私自身の夢はね、自分の曲をね、作詞作曲そしてアレンジができる人になりたいなって思ってるんです。きっかけはね、いろんなことがあったんですけれども、ある日ね、あ、私ね、まあこうコロナ禍の影響を受けてこんなに時間があるなら、よし、やりたいことやろうって言ってね、ひらめいたんですよ。何日か前にね、ほんとね、そのなんていうの、目標を持てた瞬間にもう目の前がね、パーって明るくなったの。あのね、なんていうのかな、今まで見てる世界とね、ちょっと違う、なんていうのかな、今33なんですけど、年齢とか関係ないと思うんだけどね、もちろんね。ただね、こう10代の頃夢見てた気持ちがね、蘇ってきた。結構私って初心は大事だって思ってね、いつもこう何事にもね、こうスイッチをね、初心スイッチを持っていくんですけど、今日はね、このハピコと伝えてる私の目はね、きっと
10代の頃のようにねキラキラしてるはず。なのでぜひね動画もチェックしてください。嘘つき呼ばわりしないでね。はい、そうだからね、私がいつかねこうね私の曲をね作詞作曲してで磨いていった先に自分でアレンジしてこういう曲をね今私は伝えたいんだ、こういう曲を届けたいんだってプレゼント受け止めてねっていう日が来ること、それをねやっぱり努力できる環境を持っていくこと、そしてそういう方ばっかり周りに支えてくださる方がいるからその夢が見れるっていうことだからね、実現しますんで今後とも応援よろしくお願いいたします。じゃあ今日のハピモノハピことのコーナーでございました。はい、では2曲目ね、ちょっと私の大事な曲を何かお届けしたいなって思った時に、この曲もねラジオでなかなか発信することがなかったスイーティーをお届けしたいと思います。ぜひね来月2月14日はバレンタイン来ますよね。今は無理だけど来月ならね頑張れるかもって、この2週間くらいでね力が出るようにもう皆さんのこと応援してるよっていうことでね届けたいんです。受け止めてください、恋が実りますよ。陽子でスイーティー。愛してるずっとずっと I will love you forever ever。こんなに愛せるって知らなかったの、いつもそばにあなたがいてどんな時も包んでくれる、その声も腕の中も全部あたしだけのもの、苦しいくらいあなたのリズムに負けそうで何もいらないからね、早く来て、愛してようこでスイーティーお届けしました。何が何でも頑張ろう、だけど勇気が出ないけど頑張るなっていうね、そういう恋をお持ちの方、ぜひ何度も何度もスイーティーをお聞きいただいて力をつけていただいてね、ぜひハッピーなバレンタインを過ごせるようにというおせっかいようこよりお届けしたナンバーでございます。皆さんねもういろいろとパワー必要でしょうけど、まあ、恋もねパワーいりますからね、そう、そういう時もよく音時間ご一緒できたら嬉しいので、ぜひいろんなところでよくのラブソングお聴きください。時刻は8時45分を回りました。毎週木曜日8時30分よりお届けしてますバニラスカイ。あっという間にねこんな時間が過ぎちゃってみたいなことをね一回言ってみたかったのラジオでね。アホだなと思った方ねえ、もうそんなあるじゃないですか、こういうことしてみたかったとかさ、
ない？あるでしょ。なんかね、今日こそは何分回りましたみたいなのを言ってみたかったんだよね。自分のラジオっていう感じがしてね。そう、今日はねちょっとメッセージまだいただけてない。多分ねサンタさんがね、ほら1回目のメッセージはサンタさんが持ってきてくださったから、サンタさんちょっと道に迷ってらっしゃるのかな。ヨコはここだよという思いでね、来週こそメッセージ待ってますので、ぜひぜひどしどしくださいね。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお待ちしてます。ではね、あっという間に今夜もね、もう3曲目をお届けすることになったんですけれども、3曲目は私の大好きな、まあ一番大好きって言っちゃったんですけどね、ラブソングキス&ハグを皆さんにお届けしたいと思います。この曲はね、今の等身大、今だけじゃないな、昔からのもう私がいっぱい詰まった私が表現できた曲なんですけれども、実はねコロナが世界中に蔓延する前に歌詞は書いたんですけれども、1年経って今ね聞くと、このキス&ハグは本当ね、悲しい言い方だけど、こうコロナのこの時期にね合ってしまう、こうぴったりっていう言い方はちょっと嫌だから言わないけど、なんかね似合ってしまう一曲になってしまったんですね。だけどね、この曲本当にね私が大事だって思ってる言葉いっぱい入ってるので、ぜひ心穏やかにしてねお聞きください。では皆さんの大事な方と皆さんが健康で幸せでいらっしゃいますように、ヨコより愛を込めてキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要、付き合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー、今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように、愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ、次の世界へ今一つになろう。この広い星の中に愛を伝えたい君がいる、何があっても心は抱きしめ合っているから、いつかこの日々が思い出になる時も、愛僕の中で生き続ける変わらない I love you ずっと
皆さんの大事な毎日が愛してる、ありがとう、もちろんごめんなさいとかまたねとかそういう言葉でね溢れていますが、きっと皆さんの中にこの言葉だけは、この言葉はこの人との思い出が大事にしたいなとかさあると思うんですよね。そういうなんか皆さんの一人一人の大事な気持ちと寄り添えるようなね、私にとってはこのキス&ハグが今のところはね一番こう皆さんとつながる曲かなと思ってるので、ぜひ陽子の YouTube でもミュージックビデオありますのでお聴きください。あっという間にバニラスカイこんな時間、来週はねきっと皆さんからのメッセージが来る、サンタさんがここまで届けてくれるはずなのでお待ちしてますよ。じゃん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 くださいね。ヨコホームページでも今後の活動ね、いろんな模様が発信されております。 YOKO ヨーコジャパン .com ヨーコジャパン .com と検索していただきますとホームページご覧いただけますので、ちょうどねリニューアルしたばっかりなのよ、ぜひ見てください。そして CD はね全国でどこからでもお買い求めいただけるんですけれども、ヨーコのホームページからもグッズも販売してて、 CD はもちろんだけどねグッズも販売してますので、こだわって作ってますのでね、ぜひライブで一緒に盛り上がるため、そしてこのラジオや配信ライブでね一緒に盛り上がるためにね、一ついかがでしょうか。ではね皆さん引き続きとっても素敵な一週間をお過ごしくださいね。ヨーコはいつだって皆さんの味方です。では来週のバニラスカイでお会いしましょう。ヨーコのバニラスカイ、お届けしたのはヨーコでした。これも言ってみたかったのね。ラジオでよくあるやつってやつをね、もう今日はねもうしたかったことを全部しました。みんなありがとう。では一緒にバイバイハッピー。